ナンバーアンダーラインアイサマソニ発メインステージ圧倒的パフォーマンスにファン感動福井公演への期待爆発ナンバーアンダーラインアイの超高速セットリストが話題サマソニー福井公演で披露された人気曲を一挙公開ナンバーアンダーラインアイの福井公演が迫る中ファンの間でそのパフォーマンスへの期待が一層高まっていますこのツアーでのステージデザインや会場の工夫が話題になり ファンはどんな新しい体験が待っているのか胸を弾ませています。とりわけ福井のサンドームは、地元の応援や温かい歓迎が感じられる場所であり、その魅力的な建物も含めてファンの期待を集めています。ツアー中、特にサマーソニックでのパフォーマンスは強い印象を残し、参加したファンの多くが感動を共有していました。今年のサマーソニックでは、ナンバーアンダーライン愛がメインステージでの初パフォーマンスを果たし、 朝一番から最上階まで観客が詰めかけた様子が、ファンだけでなく他の参加者にも鮮烈な印象を与えました。特に3人のエネルギッシュなステージは、彼らがフェスの雰囲気にも自然と馴染むアーティストであることを証明しました。ファンはステージの最前列から熱狂的に応援し、そのパワフルなステージングに圧倒されたといいます。彼らのセットリストは多彩で、ファンのお気に入りの曲だけでなく、新しい曲も披露され、 そのテンポ感ある曲順は20分間で6曲ものパフォーマンスを実現し、観客を釘付けけにしました。加えて、ファンとの距離感が近い MC も見逃せないポイントでした。彼らは観客を笑顔にし、笑いを誘うような親しみやすい雰囲気で、さらにファンの心をつかみました。特に小柄なファンが人越しにかろうじてメンバーを見つける場面や、声だけでライブ感を楽しんだというエピソードもあり、 会場にいるだけで幸せと感じたファンも多くいました。また、他のファンも含めて、翔くんの癒しの声や、岸士くんの安定感あるボーカルに心を奪われたと話しています。このように、ナンバーアンダーライン愛は多くの人々に愛され、ファン層も広がっています。彼らのライブには、観客だけでなく多くの著名人も訪れ、ステージを盛り上げています。サマーソニックに初めて参加した観客や、 彼らを目当てに集まった新しいファンの姿も目立ち、普段は野球観戦がメインの ZOZO スタジアムの異様な盛り上がりを目の当たりにしたという声も上がっていました。特に暑さ対策が課題となるこのフェスで、会場運営側も熱中症予防を重視した設備や対策を行い、より安全な環境でフェスが楽しめるように工夫がされていました。会場ではペットボトルやタオル、日焼け止めなどの忘れ物が多数見つかり、 特にエリア内で観客が駆け出す瞬間にはその一体感が増していました。こうした状況でも、福井公園や他の都市でのツアーが続く中、ナンバーアンダーライン愛はファンに新しい体験と熱狂を提供し続けています。ファンの中には、フェスに慣れていない人も多く、地方からわざわざ訪れた人もいれば、再販で公演のチケットを獲得し参戦できた人もいました。初めてのフェス体験に期待と緊張が入り交じりながら、 彼らはナンバーアンダーライン愛のエネルギーあふれるパフォーマンスに魅了され、その一体感を肌で感じたのです。次回は少し後ろの方でも良いから、ゆっくりとライブを楽しみたいと話すファンもいる一方、最前列で味わった緊張感と興奮を再び体験したいと話す人も少なくありません。ナンバーアンダーライン愛のライブが提供する体験は、ただ音楽を聴くだけではなく、 アーティストと観客が一つの空間で一体となる独特の感覚が魅力の一つです。ステージのすぐそばで彼らのエネルギーを直接感じることができる前列の特権は、ファンにとって何にも変えがたい価値があります。しかし、フェスのような大規模なイベントでは、安全性や快適さも重要なポイントとなり、特に炎天下の中での長時間待機には体力が求められます。観客の中には、若い頃はフェスに頻繁に行っていたが、 体力的に厳しいと感じるようになり、今は春や秋の涼しい季節での開催を望む声もあります。これに対し、夏のフェスには独特の熱気とエネルギーがあり、それが醍醐味と感じるファンも多く、季節や天候がフェス体験にどのように影響するかも、ファンの中で語られる興味深いポイントの一つです。また、ナンバーアンダーライン愛が多くのフェスに出演する中で、ファン層の多様化も顕著になってきました。 長年のファンに加え、初めて彼らのパフォーマンスを目にした新しいファンも増えており、特に男性ファンが増えたことは注目すべき変化です。彼らの音楽が幅広い層に響き渡ることで、ライブ会場ではこれまで以上に様々な年代やバックグラウンドを持つ人々が集まるようになり、観客同士の交流も増えてきています。こうした中で、ライブでしか感じられない一体感や、アーティストとファンの絆が深まる瞬間が、 ナンバーアンダーラインアイのライブの真骨頂といえます。特に印象的だったのは、3人のメンバーがファンとのインタラクションを楽しんでいる様子で、パフォーマンスだけでなく MC でも親しみやすさが伝わり、ファンにとっては心温まるひとときとなっています。ナンバーアンダーラインアイのツアーは、ファンにとって単なるイベントではなく、彼らと共有する大切な思い出として心に刻まれています。ファンの声によると、 ツアーのびに新しい工夫やサプライズが用意されていることが、彼らの熱心なファンを引きつけ続ける理由の一つです。サマソニでのステージや福井公演のように、ナンバーアンダーライン愛は、ファンとの関係性を大切にし、彼らの声に耳を傾けることで、よりファンの期待に応える形でのパフォーマンスを提供し続けています。このように、ナンバーアンダーライン愛のライブには、常に新たな挑戦と工夫があり、 それがファンととの絆を深める要因となっています特に福井公園では、地元のファンが彼らを歓迎する温かさが際立ち、会場全体が一体感に包まれる様子が見られます。ライブに参加するファンの中には、彼らのパフォーマンスに触発されて、自分も何かを始めたいと感じたり、日々の生活に活力をもらうと語る人も多いです。また、初めてフェスに参加したというファンのコメントからも、 ナンバーアンダーライン愛が彼らに新しい経験と刺激を提供し、多くの人々の心にポジティブな影響を与えていることがうかがえます。一方で、ツアーの過密なスケジュールをこなす彼らの体調管理もファンにとって心配の種です。特に、海外公演やプロモーション活動など、忙しいスケジュールが続く中でも、彼らは全力でファンに最高のパフォーマンスを届け続けています。ファンの多くは、 彼らが体調を崩さないようにと気遣う一方で、その努力と情熱に感謝と尊敬の念を抱いています。最近では、翔くんの CM 出演や岸くんの独特の歌声が話題となり、彼らの活躍の幅がさらに広がっていることにファンは喜びを感じています。特に、翔くんの優しい歌声が、癒しとして多くのファンに愛され、岸くんの安定した存在感がライブにおける安心感をもたらしていると評価されています。 また、彼らの MC も見どころの一つで、ファンの間ではそれぞれのキャラクターや会話のやり取りが親しまれています。観客を笑わせる場面やメンバー同士の掛け合いによって、ライブ全体に温かさと親しみが生まれ、まるで友人との時間を共有しているかのような感覚をもたらします。このようなファンとの距離の近さが、ナンバーアンダーライン愛のライブを特別なものにしており、次の公演への期待が一層高まります。